だって撮影と思ってなかったから。うわ、そうですよね。急遽回してる感じなんで、急遽ちょっと顔を作ってなかった。はい、一旦停止、はい、止まって、止まってちょっと徐行して出て、はい、めっちゃ偉い。めっちゃ偉い。教習所でやったやつだ。今日はなんで小鳥さん普通の格好というかしてるんですかね。今日はパトロールお休みなので。あ、なるほど。週休2日です。ホワイトですね。あの労働基準法でちゃんとね、はい、遵守されてるわけですね。はい、そうです。あ、素晴らしい。今時のヒーローはそうです。いや、休みの日に敵現れても出勤しない感じなんですか。はい、まあね、休みですからね。そうなんですね。でも、うん、いや、休みなんです。最悪なんとかしますよ。なんとかする。なんと、でも敵も休んでるんじゃないですか。うん、あ、そうなんかな。ちゃんと休み合わせてるんですか。いや、それはわかんないですけど。お互いと週休2日。まあ、週休2日。あ、なんだ、そうなんですね。うん、敵側もホワイトなんですね。まあ、向こうの世界はまあ知らないですけど。あ、なるほど。今時そうなんじゃないかなと思って。結構厳しいですもんね、今ね。そうですよね。はい。なるほど。あの、私のスケジュールをお伝えします。ああ。伝えられるんですね。はい。連絡先とか分かる感じなんですか。連絡先は知らないです。あ、知らないですか。でもしここに、カタイラーとか来たら、うん、ちょっとすいません、今日休みなんですよ。プライベートなんで、みたいな。そう、プライベートなんで。やめてもらっていいですか。え、次いつお休みです。あ、じゃあこの日だったらいけますね、みたいな。で、収まるんですかね、そこは。あ、そうなん、そうなんですね。はい、意外とそういうところはちゃんとしてくれるんですよ、はい、そうなんですよ。まあ、そうですよね。敵側もヒーローがいないとやりがいないでしょうからね、うん、ああ、うん、そうですよね。いいようですね、うん、ウィンウィンですね。敵とウィンで、今これはどこに向かってるんですか。これは100均行ってから水を汲みます。水、はい、水ってのは 何の水ですか。私の飲み水。おお、なんかあれですか、富山の美味しい水みたいな。美味しいですよ。上市町。上市町。はい。上市町の美味しいお水を汲みに行くんですね。そうです。うん、あの、なんかがいっぱい入ってるんですよ。なんかがいっぱい入ってる。なんかの成分、カタカナじゃなかったかな。なんですかね。なんかいいって聞きましたね。ミネラル的な。多分三文字くらい。三文字ぐらい。なんとかそうじゃない。なんとかそう。ケイ素？ケイ素。ケイがカタカナじゃなかったっけ？なんかありますね。ケイ素、いいんですかね。僕はちょっとよくわかんないですけど。なんか私もわかんないですけど。が豊富なんですか？らしいです。あの、美味しいです。美味しい。はい。踊ってみたの時に飲みましたよね。はい、それって、まあ別のところだと思いますけど、うん、別のところだけど、まあああいう感じでってことですか？あ、そんな感じです。黄色は止まれなんですよ。あ、止まれっていうか、注意しないといけない。偉いですね、はい。まあ、基本止まれなんですけどね、黄色もね。あ、そうなんですね。うん、ハルさん詳しいですよね。教習所で習ったと思いますけどね。ハルさんだって踏切でさ。いや、でも踏切ではあの左右を確認して窓を開けて音を確認しなきゃいけないんです。そう、それをリアルにやってるんですよね。やってましたよ、ちゃんと。すごい、うん、素晴らしい。ちょっと最近、まあ、ダイエットというか運動を頑張ってるので。パーフェクトボディですか。そうですね、はい、あれ言ってから何ヶ月だ。今3、もう4ヶ月ぐらいですか。どうですか。まあ太ったんですよね。太ってしまって、まあそれをね、まあ小鳥さんに指摘されたんで、あれデブになりましたね。デブとはちょっとやめてください。指摘されたんでね、ちょっと頑張ってますよ。そんなひどい顔してない。そうです、ちょっと盛りました。はい、やめてください、ね、すいません。詳しくもないです、ね、詳しくはないですか、うん、好きです。ペットとかあのインコとかそういうのは詳しいですよ。野鳥は詳しくないです。ああ、そうなんですね。はい、スズメ、カラス、アオサギ、キジ。詳しいと思うけど。ハト。うん、それぐらいみんな知ってる。まあまあ、でもパッとは出てこないと思いますよ、そんなに。
まあスズメカラスぐらい出るかもしれないけど、ハトとか。カラスは2種類いるんですよ。あ、そうなんですか。ハシボソカラス。ああ、ハシブトカラス。くちばしの形ですか。なんか大きさとかですね。詳しいですね。カーカーとガーガーなんですよ。あ、そうなんですか。どっちがどっちか忘れましたけど。詳しいですね。詳しいですかね。で、どっちかがジャンプでどっちかが歩く。詳しいですね。全然多分一般の方よりはあると思いますよ、知識。これぐらいですよ。あ、本当ですか。いや、鳥は紫外線見えるんで、人間と色の見え方が違うんです。あ、そうなんですね。あれって、はい、どうやって分かるんですかね。鳥から話聞いたわけじゃないじゃないですか。私紫外線見えるんですよって言ってるわけじゃないじゃないですか、うん、なんか鳥のほっぺ、インコとかここほっぺに、はい、なんかここだけ白くなってるの分かります。ほっぺだ、よく鳥ほっぺ赤くなって絵とかでも、うん、ほっぺだけちょっと赤くとか描かれてません？はいはいはい。そこの部分に日焼け止めクリームを塗って、はい、っていう実験をされたんですどっかで。そしたら日焼け止めクリームを塗った子は、はい、そのペアリングできなかった。では結婚できなかったみたいな。どういうことですか。プロポーズされないと か、うん、だかそこの色ってなんか判断、要は UV カットされてるから、そこに紫外線が当たってなくてとか、なんかそういうのは聞いたことあります。なるほどね、そういうことか、はい。それで紫外線が見えてるっていう根拠になったんですかね。多分いろいろそういう実験がされてる。なるほどなるほど。すごいですね。詳しいことは分かんないですけど。いやでも自分詳しいと思いますけど、でもちょっと違ってたらごめんなさいですけど、うん、責任は取れないですけど。まあ各自お調べくださいということでね、はい。あー、カエルさんのお話とかさ作ればよかった。梅雨梅雨もう月1ぐらいでやったらいいんじゃないですか。できます。私は頑張ったできますよ。作品作りが大丈夫ですか。まあ多分あれ撮影自体は楽だし、うーん、あ、声の編集。まあそうですね、一番大変なのは多分声なのかなって気がするけど、声を集めるというか、まあ出演者が少なければさほど大変でもない気がする。カエルの合唱会。おお、タイトルすごい。ドライブ中に降りてきた。降りてきた。やばい。早く書かないと忘れちゃう。これ、ウィンカーどっちに出せばいいか分かんないですよ。このね、感情、何でしたっけ？なんちゃら体みたいな。これ難しい。うん。これ初めて見ましたもん。なんか、初めて撮るとき、どうしたらいいか分かんない。分かんないですよね。なんでこんな田舎にできるんだろうって。教習所で習った記憶はあるけど。え、一時停止です。そうなんです。え、習いませんでした？え、どこの教習所ですか？クレハの教習所です。詳しい。え、だって多分免許取ったの私より後ですよね。うん、全然後だと思います。富山来てからだから。うん。教育課程は変わったんじゃないですか？そうなのか。そうなのか、わかんないですけど。雨が、はい、こうリズムの把握になるんですよ。指揮者みたいな感じじゃない？ああ。したがって、うん、そのリズムに合わせて、カエルが合唱をする。降りてきてますね。で、一人恥ずかしくて、はい、どうしても歌えない子がいるんですよ。ああ。で、なんか、多分その子を、キットムが、なんか、背中を押してあげるでしょうね。なるほどね。降りてますね。作れるじゃないですか、もう。ちょっと作れるのかな。うん、それでも作り始めたら今日、まあ、他の仕事できなくなっちゃうから。そうです。キープじゃない、セーブしないと。うん、はい、着きます。お、着きますか。ここは全身で。あ、ここですね。流れを言いますと、はい、お賽銭をします。お賽銭、はいはい。私はですね、お賽銭してから、うん、お味噌来て、うんうん、あそこのお地蔵さんに手を合わせます。あ、お地蔵さんにね、はい、あー、なるほど。じゃあいつものようにどうぞやってください。はい。なるほどね、こういうことなんですね。
こでは要は美味しいお水いつもありがとうございますということで感謝を捧げていると。そうですね。いただきます。あ、重たい。あ、入れすぎた。お地蔵様。なるほど。これが日常なんですね。じゃあ月1ぐらいかな。うん、これ飲むの。なるほど。重たい。冷蔵庫に入れなきゃいけないんですよ。なかった。便秘に効果あるらしいですよ。ゆるっとスポット紹介できるのもたまにはいいかもしれないですね。あ、そうですね、うん、たまにやってもいいかもしれない。いつ乗るのかな見て。うん、まあでもあれの話してるから鯉のぼりの後ぐらいかな。カエルの話してる。やばい、これ言ったらやらないといけない。本当にそれでいいのかな。ちょっと思いつきだけど。でも全然やりましょう。でも、うん、だいたいいつも案は2、3個は出るんですよ、うん、そっから絞ってあれなんですよ。うん、寝る前とかに 2、3個出るんですよ。もう作家の才能があるじゃないですか。そう、夏のやつも、うん、なんか海とか夏休みのお話したいなと思って、うん、カニとかカメとかを考えてて、はい、なんか天気系かなと思ってて、うん、で今日 R さんとお話ししてて、うん、天気のお話がなんか詰めれそうだったので、そうですね、そこでガッと今日作って。すごいですね。すごい速さでしたよ、ね、なんか作業しに行ったかと思ったら思いついて思いついて戻ってきてね、カタ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 ってね、パソコン打ち始めてで止まったらまた作業行って。作家のやつなんですよね、完全に動きが。あ、降ってきた降ってきた。作りましょう。6月。で5月は鯉のぼりやったということでね、はい、6月カエルの合唱会、カエルの人形劇がありますので、はいはい、お楽しみにということで一生懸命作ります。行ってしまいましたね。しかもさ、合唱会とかさ、うん、歌わないといけない。そうだよね。何も考えない。ハードル高いな。登場人物何人だろう。合唱だからね。あ、そうですよね。少なくとも 3,4 人はいた方がいいんじゃないですか。しかも認証したいですもん、やっぱカエルだから。そうですね、うん、カエルの歌がってやつですよね。うん、またちょっと頑張りましょう。じゃあ頑張りましょう、うん、降りてこないですか、そういうお話。お話はまあ作ろうと思えば全然作れると思いますよ。たまにじゃあ作ってくださいR さんプレゼント2人でカク付きで作りますか。じゃあ、うん、いいですね。ああ、よく言えば富山の何らかを絡めたいなっていう気もしますけどね。ああ、もうさっき絡めてなかった。うん、まあまあでもいいと思いますよ。あ、でも来年の春、うん、考えてますよ。早すぎるんだよな。あれは富山ですよ。そうなんです。そうなんですね、はい、来年の春、交互期待ということで。もうあの来年の春まで、うん、あのなんとなく出来上がってます。おすごいですね。ちゃんと長期スパンでいろいろ考えているんですね、はい、その穴埋めを R さんしてください。穴埋め OK です。じゃあ足らんところは僕がなんか考えてやります、はい、話とか考えるのは好きなんですよね。うん、昔ちょっとそう漫画とか書いてたんで、書いてたっていうか漫画家になりたいなって思ってた時あったんで。なれますよ。なれないですけど。なれないけど、まあお話考えるのは好きです。うん、割とだって2人で妄想トークできますもんね。そうですね、うん、2人で妄想トークって言ったらなんか何の話してる。割となんかね、本当に子供が考えるような妄想ですけどね。すごいですよね、うん、いちご姫がどうのこうのみたいな、ね、いちご姫とピーチ姫とどっちと結婚したいですか。ピーチ姫はもういるんだよ。それは知らない。ピーチ姫知らないんですか。知らないです。
すごいですね。珍しいですよ。そうですか。うん。ただピーチ姫知らない人 20% ぐらいじゃないですか。じゃあ日本人。あ、そうなんですか。うん。じゃあ私それの 20% になります。なんか稲の話もいいですね。米。ああ。米太郎。米太郎安直だなそれがいいんですけどね、やっぱ子供向けというかねに作ってるから分かりやすい方がいいですから、ね、ああ、うん、そうですよね、うん、米吉くんとかさ、米吉くんですね、米太郎と米吉くん、二人が喧嘩するのかな、何するのかな、米の話か、あ、あの離れ離れになるんじゃない、え、別のとこに出荷されるってこと、そうそうそう、同じ隣で育ったのに、こっから違うのみたいなそんな悲しいことみたいな、なるほど、で、きっとがみんな大丈夫、あの繋がってるからみたいな、二人の絆はそんなもんじゃないでしょみたいな、すごいな心が繋がってるから大丈夫っていう、もうできそうだよ、そんなこれ稲刈りシーズン、稲刈り編で出荷されて、出荷って単語出てくるの面白いな、違う袋に入っちゃうあれだね、なんか遠くに引っ越していく友達とのお別れのシーンみたいな感じですね、そうですね、うん、だって同じ、ね、根っこが同じなのに離れるって寂しい、寂しいですね、友情の、お、感動、感動的なものできそうですねすごいな、米太郎と米金お、米の話で米で取るんですか、拡大して、それとも米そんな実物でやろうとしてるんですかじゃあなんかお表現しますよ、折り紙かなんかで、うん、こういう精米した形でうん、だからありそうですけどね、精米まではじゃあ一緒だったんだ、精米まではね精米機までは一緒に入ったけど、精米機まで一緒にいるの奇跡じゃないですか結構そんな近場にさずっといないでしょ、そうです、いやでもそれどういうことこれもうじゃない、これで話伝わったのに精米機まで一緒に行って袋を開けたそこまで一緒にいたのにそこで別れちゃうんですね、悲しいですね、そうですよね、うん、手を離しちゃったみたいな、手繋いでたけど、うん、もう人間のねエゴの力でこう分けられて、やっぱ最終的にいつも悪いのは人間なんですね、そうそうだからみんな感謝してご飯を食べようねってお話ですなるほど、伝わるといいですね米だって苦労してきてるんだから、そうだね、うん、離れ離れ、確かにそういう風に見たら感謝して食べるかもしれないですね、うん、子供たちも、そうですよ、うん、友達の分までね、ちゃんと思いやってあげないと、うん、食育ですいいこと言ってんのか分かんないけど割とあるさんといるとこういう話が、そうですね、割とこういう話多いですよ、二人で考えた方が早いんじゃん、うん、こういう雑談から生まれるものがありますからね、うん、うん、いや秋、私落ち葉の話考えようとしてたけど、うん、いや米太郎入れないと、やっぱ子供のためにやりたい部分あるから、そういうのは多めには出したいですけどね、そうですね、人形劇だったりとか、うん、でも特撮も入れたいんですよ、うん、特撮もやりたいですよね、夏までは考えてますよ夏までっていうか夏の一本、夏のやつね、うん、キャラが、うん、落ち葉、せっかく人が集めた落ち葉をバラバラにしちゃう、うん、やりそうだね一時なるのもなんかとても心ちっちゃいな黙って片付ければいいまあ確かにそういう見方もできるかもしれないけどやめなさい、元に戻しなさいって言ってレセントになるでしょ、そうお前にやるよはい着きました、はい、行って